はい、どうもこんにちは、つるこです。おつつるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日も動画頑張っていきたいと思います。はい、お待たせいたしました。トレジャークルーズの一番くじを引いてまいりました。はい、このくじが出るっていうね、前からつるこさん引くんですかっていうね、こう聞いていただいたりしてたんですけど、もうこれは私が引かないと逆に何やってんのって怒られちゃいますよね。もちろん引きましたよ。何せもうトレクルのくじはね、これを引かないといけませんね。そして何よりエースがありますので、技エースのね、フィギュアがありますのでね、もうこれはもうずっとね楽しみにしてました。はい、皆さんどうですかね、引きましたどうですかね。今回ね、フィギュアが、随分多いですよね。 A から F ですよね。 ABCDEF ね、6個フィギュアがあるってことで多いですよね、フィギュアはね。それでですね、私が、行った店舗はですね、割と夜に行ったんですよね。なので引いた後でした。はい、まずフィギュアがねちょっとなかったんですよ。エース2つありますよね。エースは2つともあって、確かね3時が1個だけですかね。今回3時がなかったんですよね。あとローも確か2つあったと思うんです。1つなかったです。はい、そういう感じでそこの店舗にしました。ちょっと3時欲しかったけど、まあエースが2体あるし、まあちょっと引いてくれているんでね、何回引いたかというと10回引いてきました。はい、で順番とかねちょっと覚えてないので、会場から順番にね、紹介していきたいと思います。はい、というわけで、では結果に行きたいと思います。まずは、1番の会場ですね。まずは相性ですね。相性いきます。じゃん、何枚あるでしょうか。いきます。1、2、3枚です。相性は、3個当たりました。はい、はい、で選んだ絵柄っていうのはこれにしました。いいですよね。はい、ドーン、やっぱこれでしょうもう1番にこれを選びましたもうね、泣けてくる、ほんと愛してくれてありがとう。次は、はい、これです。この帽子をお前に預けるね、名シーンですね、シャンクストルフィー。ということで相性はこの、3枚選んでまいりました。はい、では次いきます。エッジ賞ですね、スペシャル色紙になります。こちらは、はい、ドン、何枚かというと、じゃん、2枚です。おっとで色紙はランダムなんですよね。後ろにラインナップがあります。いやはや、もう見覚えがあるもの、なんか不思議な感じ狙いはやっぱりそれはエースですね。なんか肩栗がめっちゃかっこいいんですけど、肩栗も出たら嬉しいですね。まあそのあたりを狙って、はい、じゃあランダムなんで開けていきたいと思います。じゃあいきます。これでエースが当たったらすごいね。よし、ドン、お、あ、ローだローだ、あ、こうだと思ってた。あ、こうか。おー、いいですね。ロー当たりました。わあ。あ、なんかこうやってこのスマホの画面でしか見たことないから、こうやって大きい画面で見るとなんか、うわ、やっぱトレクルのこのイラストって本当にすごいんだなっていうのがなんか改めて思います。すごい感じますね。うわー、これはなんかちょっと感動すらしてますへー、はい、
で、裏にはトレジャークルーズ、ワンピーストレジャークルーズです。じゃあもう一枚は誰でしょうか。なんかバギーあたり当たりそうなんですけど私割とバギーね、あのトリクル、本当のトリクルでもね、割とバギー出るんですよね。いきます。エース、はい、こうかな。誰ですか。あ、サンジだ、やった。あ、よかったよかった。うわー、かっこよ。かっこいい。すんごい迫力ありません？いや、なんか思いのほかこの色紙がすごい良くて、ちょっとあの良かったです。エッジ賞はこの2枚ですねになります。はい、続きまして、G 賞に行きましょう。 G 賞のラバーマスコットですね、こちらを見せていきましょう。何個当たったでしょうか。これで次がもし当たってればフィギュアなので、何個当たったかですよね。今5個当たってます。 G 賞のラバーマスコットは1、2、3、4でーす。わー、フィギュア当たってます。おお、誰だろう誰だろうこのラバーマスコットがそのね、サイト見た時からすごい欲しかったんで、すごい嬉しいです。はい、で私が選んだのはこのルフィ太郎ゾロジュロですね。欲しいんですけどね、なかなか来ないですはい、でもちろんルフィ&エースですよ。これはもう一番に取りました。まずはこれでしょってでルフィローですね。ルフィローを選びました。強いですからね、うん、でそして、サボアのコラですね。これも強いし、サボいるしね、うん、はい、開けるとこのような感じですね。あー、裏にはトレジャークルーズ、これが嬉しいですよねトレクルの一番くじっていうのが分かるし、サイズも結構大きめだから、うん、なんかこうやって見るとちょっとだけ浮いてるんですよね、ルフィとエースが。あ、こういう感じなんだ、すごいいいです。うん、というわけでですね、 G 賞のラバーマスコットはこの4つになります。はい、ではラストいきます。ワンピーストレジャークルーズの一番くじフィギュア当たったのはこちらです。ジョーン、イエーイ、エース当たりましたイエーイ、すごくない、これぞエース愛もうね、めちゃめちゃびっくりしました。フィギュアが多いけど、フィギュアが当たる確率は高いけど、エースが当たる確率が非常に低いじゃないですか、あんだけいっぱいあるからね。ありがたくエースが、来てくれました。おかえりーす今回のくじはこの、ね、一番狙いのエースが当たったので、私はね、もうこれで終わりにします。はい、他のも欲しいけどね、うん、はい、というわけで、このエースを開けていきたいと思います。で、この箱なんですけど、今回からなんかこういう感じなんですよね。全部のフィギュア確かこういう感じになってたと思います。もうここじゃ収まりきれないということでしょうか箱はこのような感じですね。はい、あ、もうね、後ろ姿がかっこいいですからねはい、はい、こんな感じで、よし、では早速開けていきたいと思います。はい、あ、このような感じで入ってます。
組み立てましょう。一応ですね、そのくじを引いてるところを一応撮影しました。なんですが、私も一人で行ったんで、こうやって撮りながらこうやって撮ったんで、すっごいブレてたり見づらいと思うんですが、その辺はちょっとねご了承ください。音はないですけどね、その様子をご覧ください。はい、どうぞ。はい、今1枚目めくりました。なんと、はい、なんと師匠エースが1枚目で当たりました。店員さんがおめでとうございます、いきなり当たりましたねっていう風にね言っていただきました。ありがとうございます。2枚目ですね。はい。で、ちょっとね、周りの方も気にしながら3枚目です。はい。そして4枚目。一番狙ってたんですってお話ししました。店員さんと。すごい優しい方でした。はい。ありがとうございます。今何枚いいから ?3、4、5、6。3、4、5、6、次7。ちょっとね、見づらくて申し訳ないです。すいませんね。次が8枚目。はい、エッジショー。はい。で、次が9枚目ですね。はい。エッジショーかな?で、ラストです。10枚目。はい、Gショー。はい、というわけで、今、見ていただいたように、なんとですね、1枚目でエースが当たるっていうことが起きました。もうびっくり。そんなことあると思って。で、こう10枚引いたじゃないですか。その中でさらになおかつエースを引くっていうね、1枚目に。すごいですよね。いやーね、ちょっとびっくりしました。できました。今回めちゃめちゃクオリティが素晴らしいです。この台座が大きいのがなんかすごいありがたいです。こうなんかね、割と倒れちゃうんですよね、フィギュア。こういう この台座ちょっと結構嬉しいですね。詳しく見ていきましょう。はい、ではね、詳しく見ていきたいと思います。全体はこのような感じですね。はい、こんな感じです。いいですね、この手の筋とかね、もう腹筋とかも、もう本当にかっこいいです。そしてカメラが顔認証をしております。今回のエースなんか割となんか優しめな顔してるかな。うん、でね、なんかね、ここにね、なんかね、黒い点があるんですよ。これ、触っても取れなくて。ちょっと悲しい。なんか、あんまりガリッともやりたくないので、それがちょっとね、気になりました。で、後ろから見ると、このような感じです。はいはい。このね、足のところのポーチも、ちゃんとついてるし、帽子も手に持ってて、ブレスレットもしてるし、ナイフと、ね、エースのベルトはね、こうやってね、ここからこうやってちょろっと出てるんですね。はい、そして白ひげのマークがあってって感じですね。この髪の毛がすごい細かく表現されてるんですよ。髪の毛のな、ね、この束感も表現されてて、すごい細かく表現されてます。そしてこのね、炎もかっこいいですよね。ちょっと上の方が黄色っぽくなってて、下に行くにつれて赤になっていくって感じですね。なのでこうやって見ると、あの技のエースがこうやってフィギュアになったわけなんですけども、なんかすごいですね。なんか感慨深いというか。トレクルをね、長年やってきて、
やってきましたけども、こうやってフィギュアになると思ってなかったんで、めちゃめちゃなんかすごい嬉しいですね。だからこのフィギュアなんかすごい、うん、なんかちょっと特別なフィギュアになりましたね、うん、はい。というわけで、一番くじワンピースの、トレジャークルーズのね、くじを、引かせていただいて、無事にエースが当たってもう本当に良かったと思います。はい、というわけで、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。やったー。